アキレス腱、アキレス腱は、小骨腱とも言い,い、足にあるふくらはぎの小ぶら腹筋、ひらめ筋を、かかとの骨にある、小骨隆起に付着させる剣。口述の由来から、比喩的に、強者が持つ急所を指す言葉として用いられることも多い。人のアキレス腱は、硬い三頭筋が、小骨に付着した部分で、 長さ約1 5トルの硬い削状の人体の中で最大かつ最も強い剣と言われている。上部ほど太く、下へ行くに従って細くなっている。ふくらはぎにある硬い三頭筋のうち、皮膚筋は内側頭と外側頭の二頭に分かれ、上部が大腿骨の下場に接続している一方、下部は皮膚筋の下層にあるひらめ筋と合流して、 ふくらはぎの半ばでアキレス腱を形成し、小骨に接続している。かつては奴隷や捕虜が逃げ出さないよう、アキレス腱を切断した事例もある。かつて愛の民族の社会では、貫通や殺人の罪を犯した者は、アキレス腱切断の刑に処された。アキレス腱は、歩行や失踪、跳躍などの運動の際、 つま先を蹴り出すときにかかとを持ち上げたり、着地する足のつま先を地面に踏み込ませるなど重要な機能を果たしている。しかし、力を込めて踏ん張るなど、瞬間的に大きな負荷がかかると、炎症やアキレス腱断裂などの外傷を起こすことがある。そのため、運動の前には、丹念にアキレス腱を伸ばすストレッチングが推奨されている。また、 人体中最大の剣であるにもかかわらず走行する、血管が乏しく、一旦痛みが出ると難治性となりやすい。アキレス腱反射は、脊髄反射の一つで、神経疾患の間別に用いられる。特にギランバレー症候群や筋縮性側索、硬化症脊髄損傷で有用である。剣の名前は、ギリシア神話に登場する英雄アキレウスから、取られている。アキレウスは、プティアウォー。 ペレウスとメレウスの娘テティスの間に生まれた。テティスは、我が子を愛してその肉体を不死身にしようと、冥府のカワスチュクスにまだ赤子であった、アキレウスの全身を浸したが、その時母親が掴んでいたかかとだけが水につからず、かかとの部分の身生身のままで残った。アキレウスは長じて、人中最大の英雄となり、トロイア戦争で活躍するが、ついには、パリス王子に、 弱点のかかとを弓で射抜かれ、これが原因となって命を落とした。この伝説からアキレス腱は致命的な弱点の代名詞ともなった。牛のアキレス腱は牛筋と称して各種煮込み料理に利用される。鹿のアキレス腱を干したものは古来漢方薬では鹿筋と称して肝質の治療に利用された。ABCDE 山 アキレス腱断裂の治療本誌91号特集で語られたこと、スポーツメドソン2015ナンバーワン72、ブックハウス HD、2から3ページ。臨床雑誌整形外科月間整形外科2011年1月号、白松根広、琉球における鹿の利用と移入の目的について、沖縄資料編集起用第36号、沖縄地域学リポジトリ、2013年、 ありがとうございます。